アングラーズビッグジョンチャンネルです。マサブルです。よろしくお願いします。フリブルです。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします、今日は、はい、ついにやってまいりました。はい、今週末5月21日、土曜日と22日、日曜日ですね、の2日間、フィールドスタイルに出展をいたします。はい、はい、今回はね、アングラーズビッグジョンっていう新しいブランドをね、こう持って、はい、ついに行くわけですけれども、はい、ヒデさんからじゃあ意気込みの方をぜひガツンと、はい、あれば。ガツンと、はい、ガツンといや皆様に、ね、あのお客様に、いっぱい会ってお話ができればと思います。まあ、まず来てくださいって話だよね。はい、まず今日程を言ったんで場所、はい、はい、常滑の、愛知国際展示場、愛知スカイエキスポですね。はい、はいはい、空港のもう本当に隣にある、はい、で、やります。はい、何やるんですか。はい、何やるんですか。フィールドスタイル、そうですね、はい、出展します。はい、日本最大級遊びの祭典、はい、なんだか素晴らしいネーミングでございますね。はい、素晴らしいネーミングでございますね。日本最大の遊びですよ。はい、いやー楽しみでございますね。っていうところで私たちアングラーズビッグジョン、ここでね、初めて実を言うと、いろんなもののお披露目をしたいなということで、はい、6月デビューする商品、はい、アイテム、ラインナップ一覧見れるという、はい、これはね、あの業者さん、お客様、あの全然関係なく誰でも見れます、はい、触れます、ね、ようやく触れるってことですよね。触ります。来すぎだろお前。はい、あのみんなね、この T シャツ多分スタッフは着てると思うんで、はい、はい、みんな多分みんな黒を着てるんじゃないのかなと思う。ぜひあのこれを目印にやってきてほしいなと思うんですけど、はい、まあ一つ目は今言った、6月デビューの商品がいっぱい並びますよっていうところです。で、二つ目がキャップの販売を先行発売ということでいたします。はい、全部で3種類、はい、キャップが2種類、はい、ハットが1種類、色が全部で7色、7色ってちょっと言い方悪いな。キャップが2色、キャップが3色、ハットが2色、計7種類。これ分かった。はい、はい、限定発売ということで先行発売ですね。はい、はいはい、ということで今ね、多分ね、しげさんがね出してくれるんですね。出してくれるはずなので、はい、ヒデオがかぶった帽子を、あ、はい、はい、撮影したやつをおりました。はい、はい、あのそれをね、一応持っていきます。はい、さすね。3つ目、じゃじゃん、ちょっと光っちゃってるね、ステッカー。まあ、もうちょいこんな感じだね。いいデザインやね。持ってて、あなた、あなた持ってるじゃん。はい、キャップをご購入の皆様、うん、アングラーズビッグジョン関係のインスタグラムをフォローしてくれた方、そんな方々にこんな素敵なステッカーを差し上げます。かっこいい。はい、はい、いいだろう。はい、かっこいいです。いいだろう。はい、ぜひキャップ、ハット、もしくはインスタフォローみたいな形で、はい、このステッカーを手に入れてもらえれば、ベタ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 貼ってほしいなと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あと、缶バッジ作成ということで、はいはい、4つ目イベントね、はい、なんで
まあ、服が見れます、いろいろ、まあ、そのアングラーズビッグジョーの商品が見れます、はい、キャップハット選べます、うん、はい、シールがもらえます、缶バッジを作ってみましょうっていうちょっとワークショップみたいな、はい、この4種類の楽しみ方ですね。あとは、まあ、スタッフがね、常駐してますので、そのアングラーズビッグジョーについてのお話もいろいろできますし、はい、いろんなお話ができると思います、はい、行くんですよね、はい、行くんですよね、行きます、はいはい、ぜひあのヒデさん不安の方は愛知スカイエキスポ、愛知国際展示場まで、お土産は何がいいですか、はい、お土産お客さんからもらいたいでしょ。いやいやいや、全然いないと思います。えファンはいないと思います。わかんないよ、そんなのわかんないよ、わかんないよ、それは私はじゃ あの炭酸水を買ってます安いのでいいんで、はい、まあ、それ冗談ですけど、その2日間、はい、土曜日が10時から、はい、19時までかな、ちょっと長めの時間ですね、はい、で日曜日がちょっと終わるのが早いのかな、はい、10時から、17時ということで、はい、必ず私たちいますので、はい、ぜひ足を運んでほしいなと。ついにアングラーズビッグジョンの正体が明かされる時が来ました。この T シャツを着たおっさんやお姉さんやいろんな人がいると思いますので、はい、ぜひね、そのブースを目当てて来てほしいなと思います。ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。まあ、今回本当に気合い入れてね、はい、初お披露目ということでやっていきますので、はい、本当にあの近隣の皆様ぜひ愛知県なんだっけ、愛知スカイエキスポですね、はい、はい、国際展示場ですね、はい、はい、フィールドスタイル、もしね、分からないとフィールドスタイルって入れてもらって、調べてもらえれば出てきますので、はい、ぜひよろしくよろしくお願いします。私のインスタの方にも詳しくそのフィールドスタイルについて、ブワッと書いてありますんで、マサトブルーの方の、アングラーズビッグジョンじゃないな、アングラーズビッグジョンにも書いてあるな、うん、両方ともあのインスタグラムに同じ内容でこういうことありますよ、さっき言った4つのことね、服見れます、いろんなもの見れますよっていうことと、キャップハットの販売、ステッカー、あ、イベントみたいなのちゃんと書いてある、はい、はい、よろしくお願いします。お待ちしております、はい、まあ今日はそんな感じで今週末、今これ多分水曜日に流れてると思うんで、はい、ぜひ土日のお遊びお出かけは常滑の方まで来てもらって、はいはい、私たちに会いに来てください、はい、ということで今日はこんな感じでアングラーズビッグジョンぜひ来てください。お待ちしております。来てください。お待ちしております、はい、お待ちしております。はい、それでは、チャンネル登録と、高評価、できれば、コメントですね、よろしくお願いします。それではまた。